皆さんこんにちは。今日は北海道にありますエスコンフィールド併設のタワーイレブンホテルに来ています。今日もよろしくお願いします。なんといってもこちらの球場、ホテルと温泉、サウナがついています。これは世界初みたいですね。メジャーリーグとかの球場であれば一つぐらいあるのかなとも思ったんですが、世界初ということなので、この北海道の地で初めて野球場と温泉、サウナ、ホテル、これらがミックスされるということになるようです。私が今回泊まったのはボールパークという名前の部屋になります。何号室っていうのがね、普通あると思うんですけど、タワーイレブンという名の通りですね、こちらのホテルはすべて11号室ということになるみたいです。11という番号はおそらく北海道に移転してきた日本ハムファイターズの中でも11番をつけたダルビッシュ選手と大谷選手、この2人がね、あまりにも偉大すぎて、まあ、ちょっとこの番号をつける運びになったのかな、なんていうふうに想像をしています。タワーイレブンという場所がエスコンフィールド北海道という今の日ハムの本拠地一角にあるということになります。タワーイレブン自体はフィールド側を向いている、部屋から野球場が見られるという側と、今私が泊まっている山側ですね、街の方が見えるという両方の景色が見られる部屋があります。マウンテンビューというふうに言うんですが、フィールドビュー、マウンテンビュー、やっぱりフィールドの方が高い傾向があるのかなというふうに思います。中でもダルビッシュ&大谷ルームみたいな名前がついた部屋はすごい高いみたいですね。このチャンネルでも何度かお伝えしましたが、私はプロ野球が大好きで、中でも北海道日本ハムファイターズのファンということなので、このホテルに来られることは非常に嬉しいことでした。なかなか部屋数もそんなに多くないので泊まる機会っていうのは難しいんですけれども、今回はボールパークという部屋が空いていて、なんとか泊まることができました。おそらく一番安い部屋なんじゃないかなと思います。広さとかもね、これで一番狭い部屋ということになります。結構ね、余裕があるツインのお部屋でしたね。廊下にはこうして野球場らしい工夫がたくさん施されていて仕掛けがあるんですよね。ここを歩いているとサインボールとかもね、あったりします。今の現役の日本ハムの選手だったり、過去いたスター選手のサインとかもあったりしましたね。この階から一つ上に上がりますと、ルーフトップという部分に入ることができます。このホテルの一番の魅力はやっぱり球場にあるというところですよね。せっかくなので、ここで野球やってる時は直接見られたらいいですよね。フィールドビューのお部屋からは、当然お部屋から眺めることができます。なんとも贅沢ですよね。マウンテンビュー側、今回私が泊まった側のお部屋とかになりますと、試合見れないですよね。なんだかそれもね、寂しいですよね。そういったことにならないように、このルーフトップが用意されています。なんと、これ球場の方からもね、目立ってます。タワーイレブンと書かれた、でかい看板、この部分に来ることができるんですね。ここから野球を見ることができると。こうして見ると、本当にメジャーリーグの球場みたいな見た目してますよね。本当に最新式の新しい世界でも類を見ない、そういった球場になってるのかなと思います。私が泊まった日は試合がない日でした。そういう日でないとね、なかなか泊まるのも激戦区なんじゃないかなと思います。気になるお値段ですが、二人で 13,500円というお値段でした。これも多分最安値なんじゃないかなと思います。平日で試合がない日、そして一番リーズナブルなお部屋だったと思いますので、この 13,500円に泊まれたのは運が良かったなと思います。チェックイン、チェックアウトの方法も変わっていまして、やっぱり最新式なんですね。チェックインは
事前チェックインっていうのがあって、スマホで事前に名前とか入れておくことによって、実際来た時に一瞬でチェックイン手続きが終わるようになっています。お一人スタッフの方もいらっしゃいますので、その方がいろいろわからなくても教えてくれます。チェックアウトに関しては、ドアの内側、部屋のドアの内側に QR コードがあって、それをかざして読んで、チェックアウト手続きをするということなんですよね。もう非接触の形でチェックアウトができてしまうということなんですよね。タワーイレブンといえばこの壁画が有名ですよね。背番号11をつけた大谷選手とダルビッシュ選手の大きな壁画があります。そしてタワーイレブンのもう一つの名物でもあります。日本ハムのフードホールがあるんですよね。すごいですよね。こういうことはなかなか借りてる球場だとできないですよね。日本ハムは2年前までは札幌ドームを本拠地としていましたが、それはね、当然日本ハムの持ち物ではないので、好き勝手はね、あんまりできないんですが、この球場は日本ハムがお金を出して建ててるという状況になっているので、こんなお店まであるということなんですよね。日本ハムの看板商品、シャウエッセンを使った料理であったり、ハンバーガーもシャウエッセンをパテの形にして食べることができたりします。その他にもお肉料理がたくさんありましたね。私はこちら、牛肉のプレートを頼みましたよ。美味しそうですね。お野菜も、シャウエッセンかな？ウインナーもついてますね。お肉はこちら冷たくなっていて、ローストビーフみたいな感覚で食べることができました。ご飯はあったかくて、ほかほかでしたね。美味しかったです。このフードホールにもお店が3店舗あるということになっています。まずはシャウエッセンを使ったホットドッグがいただける、あとポテトフライとかもあるようなファーストフードのお店と、私が今頼んでるようなハンバーガーやお肉ステーキがあるようなお店、そして麺類、うどんが食べられるお店があったみたいですね。私肉うどん食べたいなと思ったんですけど、夜行ってしまったので売り切れという形になってしまいました。試合のない平日となると、お休みのお店もあるんですね。ちゃんと調べないと、行きたいお店が休みだったとか、早く閉まってしまったっていうこともあると思うので、しっかりとね、そこはリサーチをしていった方がいいのかなと思いました。タワーイレブンの下にあります、日本ハムのフードホールに関しては、この日は8時ラストオーダーで9時閉店ということで、唯一夜までやってくれている飲食店ということになりました。このあたりはコンビニもないので、ちょっとね、注意が必要になるかなと思いますよ。館内着、こんな感じで、もうイレブンと入っていてね、かっこいいですね。これに着替えていきたいと思います。お部屋、そして周りの設備もすごいんですよね。入った瞬間、いい香りがして、ディフューザーが置いてありました。歯ブラシも変わってましたね。歯磨き粉がついてるんじゃなくて、紙がついていて、その紙を歯ブラシに挟んで磨くと勝手に泡立つっていうね、革新的な、初めて見たなっていうものがね、体験できました。その他にも全身に使えるちょっとお高級な化粧水、こちらも置いてあったりしましたね。嬉しいですよね。ルーフトップは21時までということなので、最後にもう一度夜の状態で見ていきたいと思います。あれ、いつの間にか屋根が閉まってますね。先ほど昼の時は屋根が開いてました。これ晴れた日は日光を取り入れるという目的があるみたいですね。フィールド上、芝の部分はこちら人工芝ではないんですね。札幌ドームの時は人工芝だったんですが、現在このエスコンフィールド北海道は天然芝ということになっています。天然であればやっぱり日の光は大事ですよね。晴れた日は上の天井を開けると、屋根を開けるということによって、芝の育成に一役買っているということなんですね。夜はね、開けててもしょうがないので、閉めてるのかなと思います。こんな大きなスタジアムのフィールド上の屋根を開け閉めするっていうのはね、簡単にはできないと思うんですが、すごいですね。いつの間にか閉まってました。さて、お部屋から一つ下の階にやってまいりました。こちらが、
もうよくテレビとかで特集されてるような気がしますが、サウナ、温泉があります。サウナや温泉に入りながら野球を見られるっていうね。これがすごいですよね。サウナの受付には新庄監督のサインスタンプがあったりしましたよ。待ち合わせる場所、ホームベース型の机がありましたね。これも面白いなと思います。野球らしさ、北海道らしさというのが存分に味わえるような場所になっているのかなと思いました。さあ、お風呂をいただいていきましょう。タオルは貸し出していただけます。バスタオルとフェイスタオル借ります。靴の番号は背番号と同じ字体だったので、好きな選手の番号に、ね、入れるというのもいいのかなと思います。さあ、着替えて、ここは水着着用になります。水着着用でサウナエリアへとやってきました。この場所にも軽食やドリンクいただけるようなスペースがあります。いいですね。チキンとか、アクリのようなサウナドリンクもあります。こちらの施設もサウナシュランっていうね、サウナのミシュランの特別賞とかを取ってたりしましたね。私ずっと来てみたかったんですよ。こちらが温泉。隣は水風呂ですね。フィールド見えますからね。ちょっと近く行ってみましょう。おお、野球の椅子になってますよね。ここに座って整うことができる。これはすごいですね。世界中探してもここだけなのかなと思いますよ。よーく球場全体が見渡せますよね。ここ水着はね着用してるとはいえ、こんな開放的なね気分で入っていいのかなと思ってしまいますよね。まずはシャワーブースありますので、こちらでちょっと身を清めてサウナ室入っていきたいと思います。ちょっとねカメラが曇ってしまうかもしれないんですが、撮影して良いということなので中入っていきたいと思いますよ。メガネかけはロープなんですね。面白いです。お、暑いですね。結構湿度高めの私が好きなサウナです。サウナの中にはバットの形を模した木材が置いてあります。ストーブは2台ありますね。サウナストーンが積み上がっています。下には被尺があって、これセルフロウリュができるんですよね。まさかここでセルフロウリュできるとは思いませんでした。早速していただきたいと思います。いかがでしょうか。いい音ですよね。ジューっていう音にね、癒されます。体をさらに温めていきますよ。スタンディングのところもあるんですね。ここだと野球で盛り上がる用の席っていう感じがあっていいですよね。温度どれくらいでしょう。あれ、80度ないんですね。でもやっぱり湿度が高めということもあって、体感温度は結構高く感じますね。カラカラなサウナと湿度の高いサウナ、様々な個性サウナにあると思うんですが、こちらはね湿度が高めのサウナになるのかなと思います。非常に気持ちよかったですね。ロウリュもできますから、さらにね高めていく、体感温度を高めていくということができます。さて、軽食頼んでいきましたよ。こちらも夜の9時までラストオーダーということなので、その前に、ね、ギリギリ注文していきました。こちらのチキンはちょっと辛いパウダーがつけられているということなんですが、結構つけても美味しくいただけるようなピリ辛のチキンでしたね。飲み物はアクリを注文できるようになっていました。アクリ、アクエリアスとリアルゴールドですね。サウナのドリンクとしては有名ですよね。いろんなサウナ施設でいただくことができます。アクリもしくはオロポ、オルナミンシーとポカリセットですね。これを混ぜたものっていうのが非常にポピュラーで人気があるかなと思います。サウナドリンクとして支持を、ね、非常に集めている。そんな風に思います。温泉もせっかくなので入っていきましょう。いいですね。保湿力がありそうな温泉です。いや、素晴らしいですね。シャワーブース、温泉、サウナ、水風呂、そして整いスペースまでありますから、すべて揃っていると言っても過言ではないのかなと思います。特にこの水着で入れるエリアっていうのはそんなに広くないのかなと思っていたので、
驚きですね。ここまであればゆっくりできるのかなと思います。ホテルに泊まってる人の他に日帰り利用というのもできます。このサウナだけ利用するっていうのがね、できるということになってるんですね。で、夜9時以降は宿泊者のみということなので、こんな感じで全然誰もいないという中、楽しむことができました。9時より前だとね、日帰り利用の方もいらっしゃると思いますよ。今ご紹介したゾーンの他には、脱衣所、そしてそれぞれ男女別々の温泉エリアというのもあります。ここはもう裸になって入ることができます。もうワンフロア、温泉とサウナという感じで楽しむことができるんですね。タワーイレブン、すごいですよね。いや、よく作ろうと思いましたよね。近年サウナブームということもあって、こちらの施設も非常に注目度が高くなったんじゃないかなと思います。さあ、これでお部屋、ルーフトップ、温泉、サウナ、これらを楽しみきったかなと思います。温泉自体は24時まで入ることができます。9時以降はどの時間に入ってももうほとんど貸し切りみたいな形で入ることができるんじゃないかなと思いました。温泉やサウナを日帰り利用する場合は日によって価格が違います。試合のない日ということだったので、この日にもしホテル泊まってないで入ろうとした場合は1人2500円、2人だったら5000円ということになるんですが、これが 13,500 円の宿泊料の中に入ってると思えば非常にお得ですよね。さて、冒頭お伝えした歯ブラシ、ちょっとね、変わった歯ブラシになりますけれども、こちらですね、このブラシの部分にペーパーを入れるということなんですよね。タワーイレブンのロゴシールも貼ってあります。こちらのシールは上から貼ってるだけみたいなので、ちょっとね、丁寧に剥がしてお土産に持って帰るのも、記念に持って帰るのもいいかなと思いました。さあ、この小さな紙、ブラシの中に挟んでいきたいと思います。これが歯磨き粉の代わりになるということなんですよね。お、入りましたね。こんな感じです。で、このまま口にギュッと入れちゃうともう泡立つということなんですね。体も洗って、歯も磨いて、おやすみなさい。さあ、ちょっと寝て、朝がもうすぐやってくるというところになります。この景色、いいですよね。昼の景色、夜の景色、もうすぐ太陽が昇りそうな時間帯の景色、それぞれ全然違った景色を見せてくれました。ここから見える範囲、F ビレッジというね、新しい住所がついています。すごいですよね。この土地は北広島市が固定資産税などをね、免除するなどの約束を取り付けて、札幌市ではない場所です。ここはもう北広島市なので、札幌じゃない場所に作るってなかなかすごい決断だったと思うんですよね。で、この辺りも一気に価値が上がって魅力が高まった街ということになったんじゃないかなと思います。すごいですね。北海道全体としてもかなりこの施設で盛り上がってるんじゃないかなと思います。もう観光スポットの一つ目玉という形になってますね。今回この動画はここまで、いかがでしたか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。